い、皆様こんにちは。マーストさんちのポーです。 BGM 途切れちゃったからちょっと悲しいな。牧場物語再開のミネラルタウン、はい、2回目となりますね。はい、やっていくんですけど、なんかね、日記からね、住人とのそのコミュニケーションの情報みたいなものが見られるっていうのが今わかったんですよね。で、あれからまあ、1日とかしか経ってないかな。もしかしたら。もしかしたら2日経ってるかもしれないけど。まあ、そんな感じの状態ですと。本日も雨ですね。残念です。でね、農作物の方ちょっと増やしました。これが最初、1本目の動画でね、植えていた農作物で、こちら右側の方が1日遅れで植えた株です。で、ね、ここはちょっと種ミスっちゃって負けませんでした。なんでだよって思うかもしれないけど、ミスっちゃって負けなかったの。ね。というわけで、続きをやっていきます。でね、まあちょっとね、やってるうちに勝手に進んじゃった部分があるんで、ちょっとそこはまあ省きましてですね、とりあえず、雑草はここまで取り除けましたと。ね。んで、なんで、まあもうちょっと範囲広げても、まあでもこれ以上広げても今のところは使わないから、ここのお手、ごめんね、ちょっとね、猫さんがね、ちょっとね、今ね、元気いっぱいでね、走り回っちゃってるって申し訳ないんだけども、その音が入ったら非常に申し訳ないんですけれども、まあ、まあ、とりあえずはまあ、これぐらいにしておいて、この辺の雑草を取ったりとかね、するのは。で、今回も、まあ、またね、いつも通りですね、いろんなものをこう、回収して、で、そんで、出荷してお金を貯めていこうかなっていうふうに思います。っていうのもね、種買いまくったせいでね、お金が全然ない状態なんですね。金欠ですね、完全に。でも、ちょうど雨も降ってくれてるから、もうそろそろ農作物が育ってもいいんじゃなかれかなと思ってはいるんだけれども、あ、なんかちょっと疲れちゃってるね。疲れてるから今日はちょっと作業をこんなもんにしとこっか。うん。ね。てなわけでですね、今日はですね、いろいろやっていきたいな。あー、ちょっとごめんね、猫がバタバタしてて、上から物をボンボコボンボコ落としてるから。いや、とんでもない。あー、また落とされた。ひどい。それを直すのは私の仕事。あー、ひどい。まあまあまあ、いいや。じゃあまあ今日もね、いつも通りですね、この辺散策しつつ、取れるものを取って、あ、おはようございます。よう、俺は今資材にするための木を探してるんだ。あと、飯になりそうなもんもな。あ、は、はい。そうでございますか。ね。まあまあ、いつも通りのルーティーンですよね。この辺をこう、漁ってってさ。でも、なんか、そんなになんか物取れないな。今日は金曜日ですね。金曜日なんで、とりあえず、また種屋さんにでも行くかなーとは思ってはいるんですけど。よし、これで疲労回復できましたね。OK かな。よし、OK。はい、疲労回復したんで、町までまた行きましょう。右から行った方がもしかしたら早いかもしれない。木こりのおじちゃんは、あ、いますね、木こりのおじちゃん。買いに来た。何買えるの？あ、木材、ここで買えるんですね。やっぱり、暖炉にくべる薪にしたりとか、地面に置いて柵にしたりとかっていう風に木材は使えるんですね。みかんの木とかも買えるんだね。1000ゴールド。じゃあ、お金を貯めたらね、この辺のものを買おうかなとは思います。で、あ、そうか、その前に、彫刻家じゃねえか、あいつ。建築の依頼は、やっぱりお家がちょっと広くなります。すっごいね、別荘だって。レベルが違う。はぁ、わかんないけど。まあでも、こんな感じにお家大きくしたりとか、動物小屋を大きくしたりとかもできるんだね。うんうん。で、あなたは何してらっしゃるの？何してるか気になるから。鶏の彫刻。かわいいから欲しいけどね。かわ
い猫の彫刻とかもあるんだ。へえ。で、あなたはだ、あなたはそんなところまで。パトロールするときはゴッツさんの家で休ませてもらうんですよ。あ、そうなんですか。設計図とかもありますね。食器棚。台所。台所が家にあれば料理ができるんじゃない？暖炉とかもでも、冬越しどうすんだろうね、この家。そういえば。なんか冬越しできるようなストーブとかもなさそうだし。まあ、とりあえず、今日も種を買いに行こうかなと思います。ね。で、ね、お金がだいぶ集まったら、例えば斧を強化したりとか、あと、そうだな、やってない？あ、やってるか、よかった。あとはどうしようかな。まあ、ね、うさぎだの、鶏だのを飼うっていうのもいいかなって思うんだよね。リュックのポケットがいっぱいってここか。なるほどね。リュックのポケットってこれか。まあ、というわけで今回は、また、種まいて、で、一日雑草を抜いて、で、あ、もうちょっとしたらイベントが出そうな気がするんだよね。だから、ちょ、イベントのことを考えて、今、こう、やってはいるんだけど、あ、ここに持ってないや。とりあえず畑のものを、万歩計はずっと持っておきたいよね。種ね、種。うん。この種がゲットできたんで、種をまきましょう。この辺？こう！よし、オッケー。これで、畑8個から株がいっぱい取れるよね。うん。うん、で、オッケーかな。とりあえず今回はこれでオッケーで、いいとしましょう。うん。で、まだ時間が余ってるからどうしよっかな。雑草抜いてもしょうがないしね。あれ？範囲が広がってない？気のせい。まあいいや、このまま放置しといてみよっか。で、柵とかはまだつけなくてもいいから、じゃあ、今日は、やることがないから、翌日までスキップ！はい、おはようございます。翌日なんですけれども、特にイベントが起こるわけでも何でもなさそうなんで、ちょっと街の人たちに話を聞いてみようかなって思います。なんか、もしかしたらそういうのでさ、つながりが増える可能性もあるじゃん。鍵がかかってる。まあ、この時間帯ではそうですね。うん、そらそうだわ。うん、ちょっと早かったかも。ああ、街の人に話を聞いてみたらね、もしかしたらだけど、何か新しいことが起こるかもしれないかなって思ったのね。こう早朝だとね、広場にも誰もいなくて。おー、すごい。何ここ、海岸？え、こんなとこあるんだ。へー。わ、船だ。え、そのうち船にも乗れたりするのかな？鍵がかかっている。まあ、そりゃ鍵かかってるか。鍵がかかっている。11時くらいか？フリスビーを各自で用意すること。大人のペットを飼ってること。はははは。AM6 時から PM5 時。春、夏、秋。あー、なるほど。フリスビーも持ってないし、大人の動物もいないからか。あ、これすごいな。初めて来た。綺麗、カラフル。へー。なんか、いいことでもあるかな？まあでも、後々この海岸には来ましょうって感じですよね。んで、ここが例の広場？あれ？違うな。あれ？ここ、街か、まだ。あれ？案外広いぞ、ここ。なんだこれ。なんだこれ、なんだこれ。女神の後ろに真実の玉。おー！なんか、この真実の玉っていうのを、拾うといいらしいよ。ただその真実の玉の意味がわからないんだけど、ここは教会ですかね。あー、話しかけられるか。あ、どうも。あの牧場に引っ越してきたんだ。僕の名前クリフって言うんだ。よろしく。結
机、机じゃなくて、あの、話したい。カーターさん、結構住人多いね。交流が大変そう。ああ、まあ、特に、教会だからって何かあるわけでもなさそうだし、行けるとこがいっぱいあるな。ここは何屋さんですか？病院ですね。いや、まだ患者さんが残っていたかな？ドクター。はは。君はこの町の人じゃないよね。まあ、引っ越してきたポーです。よろしくお願いいたします。あ、そうか。君があの牧場に来たポーくんだね。君のことは風の便りで聞いていたよ。僕の名前はドクター。見ての通りの医者だ。気分が悪くなったりしたら、すぐ僕のところに来るといい。はい、了解しました。この町の人は健康な人が多くてね。この大自然に恵まれた町では、病も無力みたいだ。でも僕は常日頃から研究しているんだよ。医療の世界に終わりはないからね。まだまだ課題はたくさんある。ポー君はどうだい？牧場は大変だろう。うん、もちろん。君は女の子だし、体力が持つかどうか心配だよ。僕に言いにくかったら、看護師のエリーに行ってくれてもいいし、とにかく何でも相談に来るんだよ。はい、かしこまりました。ああ、そうだ、ポー君。この前、他の町から届いた薬があるんだが、一口飲んでみるかい？今ここで売られている薬とは違って、体力と疲労が同時に回復できるんだ。なんと！何を言うと効果がいまいち薄くてね。だからまだ販売には至っていないんだが、僕が改良したから効果はアップしているよ。味は犠牲にしたけど。飲もう！勇気！勇気大事よ！一思いに飲んでくれ！ああ、どんな薬かは見えない。ああ、まずいのか。まずいぞ。うん、まあ。よく聞くかどうかわかんないですけど、私ステータス見てないんで全然。やっぱり君ならこの薬の良さが分かってくれると思ってたよ。もう一杯飲むかい？うん、もらうんだったらいいかなと思うけど、超ハッピーになったよ。あ、じゃあ、健康状態が悪い時はここに来て薬をもらえばいいわけだね。高そう。で？この人がエリーですね。特にエリーちゃんとは何かあるわけでもないし、2階には上がらないでくれ。はい、かしこまりました。ソファー。観葉植物。なるほどね。で、なんかね、働きすぎて倒れるとここに運ばれるみたいなことを教えてもらったんですよね。ただまあ、今のところ運ばれる気配はなさそうなんですけど。まあ、とりあえずいろんな人とお話をして交流を深めましょう。この人が雑貨屋さんのジェフですね。種を買いによく来ます。最初買えるのは作物の種くらいだから、お金を全部使ってでも買っておくといいよ。ほんとなんだよ。ただし、慎重に選ばなきゃいけないと思うけど。うん。なんで効率よく株を育てようかなって思ってます。はい、ありがとうございます。こんな感じでね、アドバイスをくれるんで、街の中を散策するのはね、悪くないかなって思いますよ。これ民家ですね。民家に入ろうとしましたね。で、ここが図書館ですね。マリーさんという方がいらっしゃるんですね。まあ、なんか、うん、うん、図書館にいそう。いそうな気がする。で、マリーさんは、ハートマークがついてないんだね。あら、見かけない人ね、観光できたの？観光ではなく、牧場に新しく越してきました、ポーです。よろしくお願いします。考え事すると周りが見えなくなっちゃう。あー、集中タイプですか。危ないから気をつけてね。あー、悪いことした。違ったかもしれない。本は自由に読んでいいんですね。作物の成長。株は春、2日。あー、4日間で収穫できるんですね。じゃがいもが1週間。結構かかりますね。キュウリは1週間以上ですね。あ、じゃあやっぱり序盤はムーンドロップそう。うん、序盤はね、やっぱり株を育てるのが一番いいかなと思います。夏は、うんだね、トマトとかの方がいいのかな。まあ、これはまたおいおい調べておこうかなと思います。ちょっとごめんね、猫がね、うるさくしてて申し訳ないですね。じゃあまあそんな感じでいいかな。図書館にはちょっと来た方がいいかもしれないね。で、ここが
ワインのお店かな。どうも。あ、さっきの人だ。なんかずっと井戸端会議してた人ですよね。で、マナさんですね。この町は大したものないんだけど、住人のみんなはとても親切だから、困ったことがあったら何でも相談してね。あ、まあ、おしゃべり大好きですね。ちょっと失礼しますよ。はい、お待たせしました。すいませんね。ひどいことされた。デュークさん、この人も初めてですね。あの牧場に引っ越してきたのか。俺はデュークってんだ。よろしくな。は、どうも。それだけか。特に何もないな。ということはだよ、株がそろそろできますね。この人はダットさんですね。で、ここでは水を買ったりとか、水飲めるの？買ってみる？なんか特に何もないや。まあ、メニューとか、ね、持ち帰りメニューだったりとか、あとここで食事ができたりとかしますね。うん。まあ、でもこの辺はまだちょっと、早いかなーって感じなんで、あんまりやらないんですけど、ダットさんのお店にさっき来たらね、なんかタダでご飯くれたんですよね。なんかテストプレイやってる時はもらえなかったんだけど、なんかそういう条件みたいなのがあるのかな？ちょっとわかんないです、その辺は。でもなんかね、毎回なんか違うことでもあるのかな？あ、また病院来ちゃった。お？イベントが発生ですね。お姉ちゃんにいいもの見せようと思って。何を？買える？もうこんなことしちゃダメよ。何したの？なんか悪いことしたのかな？で、少年と出会ったのか？ポさん診察に来たの？いや、そうではないんですよ。間違えて入ってきました。屋上の仕事が終わった後、たまにドクターに見てもらったらいいわよ。体は大事にしないといけないものね。なるほどね。疲れちゃったら、ドクターのとこに行ってくださいって話だね。ポさんの後ろに隠れてないで出てきなさい。あ、まあ、出てきて欲しいっちゃ欲しいけれども。この子は、どうなった？あ、やっぱ虫持ってきたんだね。そうだよね。あ、ほんとに。このぐらいの子は、コロ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 ポンコロポンコロ言葉が出てくるから楽しいよね。この気持ち、お姉ちゃんにはよくわからないけど、うん、わかるよ。うん。はい、よろしくお願いします。多分、相手が望んでる言葉を、こう返せばいいわけだよね。怒ってる。エリーさん怒ってる。調子に乗ってもっといたずらするに決まってるんだから、あー、これはちょっと、まずいことしてしまったかもしれないな。あ、でもこういうイベントも発展していくんだね。へえ。まあ、じゃあこんなもんかな。あ、どうもどうもどうも。今日も降ってますね。うんうん。あなたパトロールしてるのか、うろついてるのか、ちょっとわかんないですね、私。なんだろう。いろんなとこ行くけど、結局は同じような場所に、たどり着く気がする。まあ。あとは、牧場関係の方のところに回ってないんで、その辺を回っていこうかなとは思いますよ。動物を飼うこともできますね。牛、コーヒー牛乳。そうじゃない。いちご牛乳、フルーツ牛乳、そうではない気がするけど。かわいいね、牛さん。めちゃくちゃ、羊もかわいい。アルパカ。アルパカはいいな。私、アルパカ好きなんだよな。あ、ちょっと今も手持ち金がないんですみません。ありがとうございます。遊びに来ましたよ。で、この子は？メイちゃん。私の家も牧場やってるのよ。はい、よろしくお願いします。できれば牛か羊か何かを一頭分けていただけるとありがたいんですが。花ちゃん、かわいいね。でも牧場やってるのはわかるけどさ、これ牛乳のタンクか何か？そん、牧場いない。あ、そっか。さすがに雨降ってるからみんな中か。そっか、牧場、いいなぁ、牧場。なんか一匹分けてくんないかな。リリアさんね。よろしくお願いします、ポーです。こんにちは、ポポリちゃん。んで、ここでは、鶏さん。なんか、次の収穫で鶏いけそうですね。茶鶏。はぁ。いや、普通の白い鶏かわ、
アンゴラウサギ。長い毛を持つウサギ。毛を刈るとアンゴラウサギ毛が取れる。アンゴラウサギ。とりあえず鶏が買えればいいかな。今ちょっとお金200ゴールドしかないですよ。それで買って、では譲ってもらえるんだったらそうしますけどね。あ、ちょっと待って。種って書いてあった気がするな、今さっき。さそかしくてごめんね。なんか、種と雑貨を買えるの？ウサギの餌、鶏の餌、アンゴラウサギの種。アンゴラウサギの種。大きくなったアンゴラウサギを妊娠させるための道具。怖っ！何それ、どういうこと？種ってそっち？なんか嫌だなぁ。すごく嫌だなぁ。一気に家畜感が増したよ。家畜なんだろうけど。んで、このおじいちゃんのところが、道具の改造、加工ですね。カマ、クワ、斧、ハンマー、ジョウロ。斧とかは1000ゴールドか。まだまだだなぁ。でももうちょっと経験値貯めたらいけそうな気がしないでもないけど。釣り竿あった！ちょっと待って、釣り竿いくら？釣り竿は買えるわけではない。これが商品。ブラシ、乳搾り器、毛刈りバサミ、ネックレス、イヤリング、ブレスレット、ブローチ。誰かにプレゼントすることによって好感度か何かが上がるのかな？なるほどね。なかなかいいものが見られた気がする。っていう感じですかね。まあちょっと残念ながら、お馬さん、もらえない。あれなんか、テストプレイしたときは、子供の馬を、なんか、もらったんですよ。で、それを育てるっていうことはしてたんだけど、ちょっと雑草抜く意味がないんだけど、今回はそれができないのかな？ちょっと残念だな。どうもありがとうございます。出荷したものを持ってってください。ありがとうございます。じゃあ、これも、渡したかった。まあ、今渡したやつは明日の出荷分って感じになりますね。で、このよくわかんない真実の玉、9個集めると真実が見えるようになる。どういうことなんですかね。まあ、この玉も一応入れておきましょう。じゃあ、今日はこんな感じでちょっと早いけど終わらせちゃおうかな。ね、なんか中途半端な時間だし。あんまり暗い画角だと微妙でしょ？だって。まあ、大体物を集めてると、1日165ゴールドから170ゴールドぐらい稼げるんだけど、やっぱ序盤サクサク行きたいんだったら、イージーモードの方がいいですね。おーっと来た！ヤーポーさん、お前さんを見込んで頼みがあるんじゃが。コウマだー！うちの牧場で生まれたこのコウマが元気がないんじゃ。もしかしたらだけど、街を回って、牧場関係の人に回っていかないと、発生しないイベントなのかもね。これを引き受けましょう。よし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 。では、こいつに名前を付けましょう。はい、こいつの名前は、タルトくんです。なんでかっていうと、名前が意味あんのかわかんないけど、今、ものすごくイチゴタルトが食べたい。そして右端に映っている株が成長しておられる。株収穫したい。大きくなったら迎えに来るからの。はい、かしこまりました。じゃあ、要するに、コウマの育成をしましょうって感じですね。コウマを育てるためには、餌を与える必要はありませんが、動物のおやつをあげることはできます。コウマは近くで決定ボタンを押すと話しかけることができます。ブラシを準備すればブラッシングすることができます。約90日で大人の馬になりますが、しっかり愛情を持って育ててください。はい、かしこまりました。まあ餌やりの必要がないっていうのはちょっと今の状況では楽ですね。なんだってご飯あげられないかもしれないからね、お金がなくて。はい、ってなわけでね、株が収穫できるようになりましたよとね。隣の畑の方も多分翌日あたりにできるでしょう。
株を一気に収穫して種を購入したいんだけど、日曜日だから種売ってないかもしれないね。まあ一個ぐらいは種残ってるだろうからそれ撒いちゃってもいいけどね。一日毎日ちょっとずつでもいいからお金が入ると嬉しいからね。とりあえず株を抜いて全部収穫箱に入れちゃいましょう。まだ朝だから何でもできますね。でその後に馬の世話をしたいんだけど、ちょっと今ブラシ買おうお金がないんで、さっきブラシ見た時800ゴールドだった気がするから、でブラシ買おうお金がないんで、とりあえず今は、話しかけるだけにしようかな。愛情を持って接するがどういうことなのかちょっとわかんないけど、とりあえずポーさん的には愛情を持って育てるのはまあ献身的なお世話と毎日話しかけるっていうことなんで、そうしてみようかな。これが60、はい、これが66、はい、カブ全部定期かな。まあ、でも全部とりあえず売っちゃおうかな。おぉ !2000 ゴールドになるよ。やばくない？大金じゃん。おほほほほほほほ。まあいいや。じゃあ、大間さんのとこ行ってきましょう。うまー、じゃなかった。タルト。はい、タルトくんです。3かもしれないけど。はい、大きくなるよ。っていうふうにすると。あ、見えない。ちょっと待って、もう一回。話しかけると、まあ、寝ました。え？早くね、起きんの。まあ、この辺に葉っぱなんかいろいろあるから、この辺でご飯は食べてくれるんだろうと思いますけど、狩猟できちゃった。もう OK？ じゃあ今日はどうしようかな。特にやることもないし、鉄工場でも行きますか。ね。とりあえず種まいておいて、一個でもね、畑一つでもいいから、やっぱできると違うはずなんで。で、今日は晴れてるんで水をまいたら、鉄工場の方に移動して、で、ちょっとね、もう、なんていうの？絵的に微妙かもしれないんですけど、ホリホリをしましょう。ね。金策。オッケー。じゃあ、これでじょうろはいらないし、鉄工場だからこれだけ持っていけばいいね。よし、じゃあ行きましょう。出発でーす。あー、なおのこと、株1個持ってくればよかったな。そんなにはなんかできなさそうだけど、まあ近くの温泉もね、あるしね。温泉でちょっと体を休めるっていう方法を取るのもいいかなと思う。よし。ってなわけで頑張りましょう。ハンマーでいっぱい砕くよ。いや、これ、鉄工場から出ちゃうと、掘った場所とか砕いたものが元に戻っちゃうんですよ。リセットされちゃうんですよね。なんで、ほどほどにして次の階層に進むのがいいかなと思うんだけど、これもね、なんかね、そのうち、おお、やった一発目やったなんかね、そのうちね、なんか、一発でこう、何下に降りられる場所が掴めるアイテムなんかも出てきてくれたらいいかななんて思うんだよね。だってさ、これさ、すぐ体力なくなっちゃうんだもん。おー、イエーイ！わー、これはちょっと厳しいかな。まあまあまあ、お金だけでもね、回収できればいいかな。日曜日ってなんかあんまり今やることがなくて、あ、下の階行けるわ。だから、ちょっとでもなんか、あ、間違えちゃった。ちょっとでもなんかね、できることが一つずつでもいいから増えていけば、個人的には嬉しいなぁ。よいしょ！もうそろそろ、無理かな。まあでも、特にそんな、いいものが引き当てられるわけではないんだけど。これ、空振っちゃってんのちょっと気にしないでね。一回倒れてみる？それとも。倒れて病院送りになってみる？そうしたら、もしかしたら、おー、ハンマーのレベル上がった。ちょっと一回倒れてみましょうか、わざと。わざと倒れてみよう。うん。そうしよう。どうなるんだろう。やっぱ何日か進んじゃうのかな？一週間とか。怖っ。これでもうそろそろまずい状況になるはず。
あれ、そうでもないのか。いや、あ、下の階行けた。で、下の階行けたけど、これで倒れるはず。で、病院に送られると思うんだけど、あれ？送られませんね。あ、こうやって消耗されるのか。なるほど。やっぱ腹減り刑事か何かなのかな。ちょっとよくわかんないけど、まだまだいけそうですね。じゃあ、もうそろそろかな。青くなったらまずいんだよね。でもなんかまだまだ全然いけそうな気がしないでもないけどね。そろそろか。そろそろ倒れるんじゃないか。顔が青くなってきてるから、これだ。この状態になるとそろそろ病院送りにされるはず。おう、下の階まだいける。すごーい。え、でもこんなにあんの。一個ぐらいは宝石手に入れたいんだけど。あ、なんか違う石手に入った。色は白い。これだ。これで病院に、あ、でもその鉄鉱石欲しい。倒れた。で、病院に送られたと。倒れていたところを助けられたんだよ、君。日々の疲れが溜まってていたんだろう。いや、無理させたからだと思います。今後は疲れたと思ったら無理をせずにすぐ休むことだ。今日は一日ここで休んでいくといい。はい、わかりました。おー、ほんで、あ、そんなにペナルティがあるわけではないですね。これぐらいだったら全然平気。よし、オッケー。じゃあ今度からあれだ、ちょっと無理をしようちょっと無理をしよう。クズ、銅で銀か。あー、なるほどね。いいじゃないですか。まあいいや。で、とりあえずですね、お金がですね2908貯まりましたね。なんでこれで馬のブラシと、あと鶏をね買ってみようかなと思います。株出ないね、まだ。あとちょっとかな。で、なぜかここの水の持ちがいいな。種に水がないんで、水をまいてから行こうかな。よしよしよし。いいですね。なんかでも、今お金を使ってもまた戻ってきそうな気がする。戻ってるわけではないんだろうけど。ね。ね、余ったお金でまた種買ってこよっかな。株の種。あ、やっぱちょっと湿り気なくなったりするんだね。まあでも、そんなに気にしなくても大丈夫な湿り気だと思うんだよね。あ、ここでも水汲めるんじゃん。なんだよ。わざわざ川まで行ってたよ。よし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 。このレベルアップの仕方もわかんないし、全部レベルアップとかできるといいですよね。例えば水の持ちが良くなるとかさ。あー、間違えた。万歩計はいらない。万歩計今どんぐらい歩いたんだろうね。後で見てみようかな。いや、それにしてもね、ちょっとね、坊さんね、首と肩が痛いんだよな。今日ずっと喋りっぱなしなんだよね、坊さん。だからちょっと喉カスカスになってたら非常に申し訳ないです。あとね、だいぶ集中力も切れてるかもしれない。でも楽しくてやっちゃうんだよ。なんかあれでしょ、裏方作業とかさ、してもいいんだけど進めすぎちゃうからさ。だからできるだけこう動画撮影している最中にこう効率よくいろんなことができればいいなーなんていうふうには思ってはいるんだけども、まあ無理よね。あ、水なくなっちゃった。そろ出かけても大丈夫そうかな。めっちゃダッシュで出かけなきゃ。で、種が足りないから種も買ってきて、よし。んで、これで OK ですと。はい、OK。じゃあ買い物行きましょう。の前に、一旦、馬いない。馬がいないから帰ってきてからでいいや。
ちょ、ごめんなさいね。めっちゃ猫の鳴き声入ってるかもしれない。末っ子がね、今、情緒不安定なの。ここかな？ブラシ。ブラシを買いに来ました。これかな？はい、じゃあ、ブラシ買います。はい、送っといてください。ありがとうございます。で、残金が、まだ2000円残っている。ほっ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 ほ。というわけで、鶏も買いましょう。あ、卵すごい！でかっ！今日もたくさん卵が取れたよ。鶏たちみんな元気な証拠だね。うん、まあね。いくつか温泉卵にしたからみんなで食べよう。おー！はっ、来てしまった。この人がリック。はい。まあ、ここの、そうだよね。ここの主人だよね。はい。よろしくお願いします。ポーです。さて、卵好きですよ。めっちゃ好き。卵アレルギーだけどね、ポーさん。え、くれんの？ありがとうございます。食べます。はい、ありがとうございます。食べます。殻ごと。どうやって食べんの？今は食べられない。今は食べられないな。こう？食べたからといって何かがあるわけでもなさそうですね。食べなきゃよかったかな。そうじゃないのよ。私、鶏買いに来たの。動物を飼いたいです。さあ、どっちがいい？茶色の鶏と白い鶏。いや、とりあえず見栄え的に白い鶏にしようか。なんかその方が、あ、名前つけなきゃいけないの？温泉卵をいただいたんで、温泉卵っていう名前にします。お前は温泉卵になる運命じゃ。鶏を育てるためには毎日餌をあげましょう。はい。餌をあげるときは、鶏、ウサギの餌置き場から餌を取り出して餌箱に入れる。餌を取り出して餌箱に。はい。餌は飼っている鶏の数だけ餌箱に入れる。餌を忘れると成長が遅くなり、卵を産まなくなります。餌は直接与えることもできます。愛情を持って動物を育てるためには、動物と触れ合うことが大切です。鶏は近くで決定ボタンを押すと話しかけることができます。鶏は餌を食べていると1日1個卵を産みます。愛情度の高さによって産む卵の品質が違う。ということはさっきもらった卵はものすごく品質が良かったんでしょうね。はい。卵を孵化箱に置くと数日後ヒヨコが生まれる。牧場で生まれたヒヨコは愛情度がより上げられるようになります。鶏、ウサギ小屋前にあるベルを鳴らすと、小屋内の動物を放牧することができる。動物たちは放牧してから数時間後に自分で餌を見つけて食べるため、鶏、ウサギの餌はいりません。放牧した方がいいんだ。放牧した鶏は PM8 時になると自動で鶏、ウサギ小屋に戻っていきます。便利な世の中です。なるほどね。じゃあ、とりあえず1羽を買っておいて、で、後日また、ね、今度はね、茶色い鶏さんも欲しいんで、鶏さんもう1匹、もう1羽増やしていこうかな。でも、牛も欲しいよね。悩むな。でも牛はまだちょっと早い気がするんだよな。おはようございます。話しかけた方がいいのかな？話しかけてみようか。俺何かするたびにじいさんに小言を言われるんだぜ。あ、まあそれはしょうがない。ポーさんはあんまり小言言われない。いや、言われるな。うん、言われるよ。そんなもんだよ多分。親ってそうじゃない？火曜日と日曜日が休みだから今日は大丈夫。じゃあここで種をいただきましょう。もう一回カブの種を。お、5個買えるのもいいね。はい、お願いします。これですっからかんですよ。じゃあ、お家に帰って種まきをしましょう。で、ついでに動物のお世話もね、一応しとかないと、次の日卵を産んでもらえないと困っちゃいますからね。あれ、なんかメッセージ来てる。商品案内。もしお宅に馬や牛、羊、アルパカがいるというのにブラシがないのであれば、ぜひ買われることをお勧めします。あ、買いました。すいません、買いました。ありがとうございます。ご丁寧に。あれ？あ、これ出荷箱か。こっちこっちこっち。
と、これはいらないけど種は欲しいかな。とりあえず、はーい、ごめんなさいね、ちょっと今撮影中なんで後にしてください。とりあえず種をまいて、で水もまこう。ん、あとブラシね。はい、じゃあ水まきをさっさと終わらせましょう。少々お待ちください。はい、オッケー、水まきオッケー。そうこうしてるうちにね、収穫箱から収穫してもらえたので、収穫地が持ってても出荷してもらったんで、とりあえずオッケーかな。じゃあブラシかけに大間さんのとこに行きましょう。いねえ、馬どこ、馬どこにおるん。馬見つかんないよ。どこ行ったんだろう、うちの馬。じゃあ馬飛ばして、あ、いた、コッコ、コッコ、いや、温泉卵、今日も元気だね。餌置き場の中に餌が一個も入ってない。あ、あれ？あれ？餌買ってきてない！餌どうすればいい？餌。おお。じゃあ、とりあえずここで餌を食べててください。すいません。で、馬がいないんだよね。馬どこ行った？え、もしかして逃げたとかじゃないよね。馬って逃げたりする？あれ、やっぱり広がってる気がするな。まあいいや。馬がいない、馬がいない、馬がいない、馬、馬小屋か？これは牛か。これは牛小屋だ。馬、馬小屋に戻ってる？え、馬いないんだけど、馬どこ行った？馬戻ってくるかな。え、子馬いないんだけど、どうして出てっちゃったとか。え、そんなことある。あ、よかった、いた。はあ、どこに行ったんだい。はあ、はあ、ねえ、ブラシ買ってきたんでブラシかけっかな。あ、そうじゃない、こうですね。おー、ピカピカだ。毎日頑張って育てましょう。もう、さすがにでもそろそろ株ができるはずなんだよな。な、危なかった。あ、焦った。はい、というわけで今日も一日頑張りましょう。あれ、ブドウが一個しか落ちてない。なんかちょっとショック。さあ、どうかな？ほら、できてる、カブ。あ、馬走っとる、めっちゃ走っとる。んじゃあ、まあ今日も元気に収穫して、これをお金にして、で、あれ、なんか、だいぶ、回復が遅い気がするのは気のせい？まあいいや。で、また、これを元手に、新しい動物を購入してこようかな。うん、しばらくは、多分、これの繰り返しだと思います。で、確か18日にイベントがあるみたいなこと書いてあった気がするから、それまでは多分特に何もないはずなんで、株育てて、株売って、で、あと、ね、また、こう、石を掘ったりとかっていう感じの作業になるんじゃないかなと予想はしてます。とりあえずこんなもん出荷かな。うん。っていう風にしていこうかなと思いますので、まあ、今日はね、鳥の餌がないんで、後で鳥の餌を買いに行こうかなと思います。はい。そんな感じですね。じゃあ、だいぶね、長く撮影してしまったので、今回はこんな感じにすると思います。皆さんののはね、ちょっとね、余計な時間とかあったと思うんでカットしてると思うんですけれども、撮影時間的には1時間ちょっと超えちゃっているんで、はい、今日はこんな感じにしたいと思います。なんでそうまで寝るんだろう、お利口さんだね、本当に。かわいいね、もう一回ブラシしよっか。はい、じゃあみんなにバイバイしようね、タルトくん。
はい、ではね、次回もよろしければまた遊びに来てください。本日もお疲れ様でした。また。